クリルアイランドボブテールは、千島列島に起源を有する猫の一品種である。別名は、クリリアンボブテール A、クリリアンボブテール、クリルボブテール A、クロルボブテール、クリリアンボブテール A、クロリアンボブテール、クリリスク、ボブテール A、キューリルスクボブテール。クリルアイランドボブテールの一個体この種は突然変異によって生まれ、18世紀以前から、 千島列島に生息してきた。その身体的な特色としては、広い肩を持つ筋肉質で頑丈な胴体、太くはなくも頑丈な足、そして高い位置にある長毛を生やした球状の柔らかな尾などが挙げられる。短く巻いた尻尾を最たる特徴とする短尾種としては、日本原産のジャパニーズボブテールという品種がよく知られる。この種は短い尻尾という共通点と、 遺伝的な類似がありはするものの、ジャパニーズボブテールとは全く異なった種である。タンビッシュといえば、ジャパニーズボブテールの実という状況が長らく存在してきたが、旧ソ連の国々に開放的な雰囲気が生まれ始めた。ことで、それまで知られていなかった、珍しい猫種が続々と脚光を浴び始めた。クリルアイランドボブテールもその一つである。ありがとうございます。